今日は4月19日金曜日、今10時20分ぐらいです。今日はこの後10時半からコンコンコンサート2024の練習初日が始まります。練習の前にこのコンサートを指揮をされる木原義直さんの部屋をちょっとお尋ねしてみようと思います。木原さん、おはようございます。ございます。今日よろしくお願いいたします。はい、Nコンの楽譜が出たのは割と間近だったと思うんですけど、はい、どんな感じですか？いや、どれも3曲ともすごい僕は好きな曲ですね。あ、本当に。小学校の課題曲はセリフも入ってて、すごいそれが一つ特徴だと思います。で、中学校もすごい歌詞もいいしメロディーもいいし。なるほど。それで高校はまたね、非常に複雑な合わせもありますけど、松下幸さん、そう、松下幸さんの作品、ちょっと凝ったなって感じがありますね。そうですね、はい、でもすごいいい曲だと思います。はいはい。で、それで今日、曲もたくさんあるんですけど、この後インペクが来ると思いますが、はい、練習の予定を。で、今日お願いがあるんですけども、はい、中学校の課題曲、今日練習の初日ですけども、はい、ちょっとご興味を持ってくださる方に、今日ピアニストの用意もないんですが、はい、木原さんの弾きぶりで、はい、曲ちょっと取らせてもらいたいと思いますので、はい、頑張ります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、で、コンサート前の、インスペクターが、はい、インスペクター千葉さんです。テナーの千葉さんです。で、もう一人サブインスペクター、はい、ソプラノの大沢さんです。はい、今日の練習の段取りを指揮者と打ち合わせします。はい、どうぞ。おはようございます。よろしくお願いします。年度が変わりまして、サブインスペクターが変わりました。はい、太田ちゃんがりゅうちゃんになりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして、リハーサルはいつも通り、はい、1時間くらいで休憩をちょっといただいて。はい、わかりました。順番どうしますか、今日。いや、もう、中学校から中高を課題曲、女性のものを抜かしてやって、女性の方、子守歌だけ女性だから、女性のは最後に回して、小学校の後に回して、そうそう、回して、あと夢のラグナと、はい、その4つの種があたりかな。はい、キングヌとかは今日やんなくてもいいでしょう。それも含めて編集できますからね。よろしくお願いします。練習1分前になります。ここから事務局長の秋島さんが皆さんにご連絡をして練習が始まります。はい、じゃあ秋島さん、前の方行きますか。ぼちぼち場所は闘魂ラボです。はい、闘魂の皆さん、それ。こんな感じです。今日のメンバーは、8877の30人です。流すよ。はい、よしよしよし。はい、和田さんでした。はい、こちらはソプラノの奥山さんです。はい、はい、闘魂の皆さんが揃ってます。はい、
小高月子さん、よろしくお願いします。火曜日がピーの課題を紹介したわけなんですけど、まあ主役は一人一人ですね。はい、今日は新年度最初の練習なので高校の学院会の役員のご紹介でした。はい、それでは事務局長が。おはようございます。年度で始まりで皆さん全体が集まることがありませんでしたので、今日、新たなレジェンスのメンバーを加えた形で、メンバーを発表してありますのでご確認をお願いいたします。それから、レジェンスの方はということで毎回ご紹介はしておりませんけれども、今回、初めての方がいらっしゃいますのでご紹介させていただきます。ソプラノ中道智香さん、はい、それでは練習が始まります。後で出来上がりを皆さんにお届けします。はい、それでは今4時、今日は4時6分になりました。朝から練習して疲れているところですけども、この歌を歌ったら今日の練習終わりです。はい、それでは、N コン2024年中学校の部の課題曲を投稿の皆さんに歌っていただきます。お願いします。僕らは生き物だから、thank you.
ありがとうございました。これで5月12日に向けてもっとどんどん磨きをかけていきます。はい、皆さんご苦労さんでした。木原さんありがとうございました。